皆さんこんにちは。近年高額な車を中心にフロントグリルの巨大化が話題となっています。一方かつてはフロントグリルを持たない車も存在しました。そこで今回はグリルレスを採用した往年の車をご紹介します。1日産インフィニティ945。日産は1988年に初代シーマを発売し、バブル景気を背景に高級セダンが流星を極めていました。そして日産は次の一手としてシーマよりもさらに上級のプレステージセダンとして1989年にインフィニティ945を発売。インフィニティ945はジャパンオリジナルをコンセプトに、従来の高級車像にとらわれない世界に通用する日本独自の価値を追求したセダンで、社名の通りアメリカで展開していたインフィニティブランドのフラッグシップとして開発されました。高級車というとメッキで加色した大型のフロントグリルというのが定番でしたが、インフィニティ945はあえてグリルレスとした独創的なフロントフェイスを採用。また七宝焼きのエンブレムや漆塗りのインパネを設計するなど、日本の伝統工芸を取り入れた斬新な試みが行われました。しかし個性的な高級車を目指して採用したはずだったグリルレスは、保守的なユーザーから敬遠されてしまい、マイナーチェンジでフロントグリルが追加されました。その後バブル崩壊の余波もあって販売が低迷したため、1997年に生産を終了。インフィニティ945は3代目シーマに統合される形で、国内市場では1台限りで消滅してしまいました。2アンフィニ RX7。 マツダは1967年に世界初の量産ロータリーエンジン搭載車で本格的なスポーツカーのコスモスポーツを発売。そしてコスモスポーツをイメージさせるピュアスポーツカーとして、1978年には初代サバンナ RX7 が誕生しました。その後1985年に2代目となる FC3S 型、1991年には3代目の FD3S 型がデビューし、シリーズを通じてリトラクタブルヘッドライトを配置したグリルレスのフロントフェイスを採用していました。中でも FD3S 型では最高出力255馬力を誇る 654cc 2ローターの 13BREW 型ターボエンジンを搭載し、エンジンやインタークーラーの冷却面では厳しいと想像できるものの、空力性能を重視したと言えるでしょう。一方1999年のマイナーチェンジでは、マニュアル車が280馬力へと到達し、さすがに冷却性能の向上も急務だったのか、バンパーの開口部が拡大されました。他にも同時期に販売されていた日産 Z32 型フェアレディ Z や三菱 GTO などスポーツカーは空力性能を優先してグリルレスとするのが常識でした。3ホンダ3代目インテグラ。ホンダは1985年にシビックとアコードの中間に位置するセグメントのモデルとしてクイントインテグラを発売。その後1989年にホンダ初の VTEC エンジンを搭載した2代目インテグラが登場。この2代目の時点でグリルレスを採用していました。そして1993年には
正常進化を果たした3代目へとフルモデルチェンジし、フロントフェースは丸型4灯を配置し、グリルレスを強調したユニークなデザインに一新。しかし、このグリルレスのフロントフェースは日本市場でユーザーから敬遠されてしまい、1995年のマイナーチェンジではタイプ R の追加とともに一部グレードを除いて異形2灯ヘッドライトのフロントフェースに変更されました。さらにヘッドライトユニットの間に開口部は小さいもののフロントグリルを設置し、グリルレスも廃止となりました。タイプ R によるイメージアップとデザイン変更が功を奏し、インテグラの人気は急上昇を果たしました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。